おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回はファミコン40周年の情報を中心に、他気になる情報をまとめてみていこう。おめでたい節目の日でもあるわね。いろいろ思い出話もしたいところだわ。そっちはあんまりダラダラとやってもな部分もあるが、確かに昔やっていたら、話は尽きんかもしれんな。まあ、最新の情報とともにお伝えしていこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは任天堂スイッチの上半期のダウンロードランキングと、PS の6月のダウンロードランキングが出ているので見ていこう。ほうほう。まずは PS から見ていこう。PS5 はこうなっている。やはり、ファイナルファンタジー16が1位となったわね。私は割引率に惹かれてパッケージ版を買ったけど、あの価格でもしっかり売れたということね。ダウンロード版ですぐ遊び体操も多かっただろうな。来月もランキングが堅調であれば、公式に狙っている字は俺も夢ではないかもしれん。そして、2位はディアブロ4。海外人気の方が強いけど、日本のユーザーも増えてはいるのね。世界観のつながりはあるが、キャラメイクが存在する以上、主人公は毎回別人という扱いとはなるし、本作からでも遊びやすい作りにはなっている。北米のランキングでは待望のシリーズ新作なこともあり、PS5、4ともに1位となっている。新作が落ち着いた時期にはやりたいのよね。まあ、今年果たして落ち着く時期などあるのか。って問題はあるけど。運営型のアクション RPG で長く楽しめるよう随時アップデートもされるので、慌てず検討するのもありだろう。そして3位はストリートファイター6ね。さすがに対策 RPG 日本には届かなかったが、今後の公式大会の盛り上がりなどで、まだまだ伸びしろはあるだろう。サクッと遊びたいとしてもダウンロード版との相性はいいからね。4位は同じカプコンより、未だ強しなモンハンライズ。モンハン新作の噂もあるけど、どうなのかね。サンブレイクの PS、XBOX 版の最終アップデートも2023年にほぼほぼ終わりが見えるとすると、来年2024年には出るのではというあくまで現時点で噂だがな。以前のファミ通でのカプコン辻元社長のインタビューにて、今後のタイトルではクロスプレイに対応させるつもり、という発言もあり、特にモンハンではそのあたりは重視すると思われる。スペック的にスイッチはハブられない？どうなんだろうな。スイッチ版でライズを楽しんでいる層もかなりいるだろうし、クラウド対応とかでも対応はしてくると予想はするがな。まあ、早くても具体的な情報出るのは秋頃だろうし、そこは粛々と待とう。あと、カプコン作品だと11位にバイオ RE3 がランクイン。このダウンロードランキングだと強さを見せる RE3。 5位はみんな大好き塊魂アンコールプラス王様プチメモリー。こちらも存在感を示したわね。 PS4 のランキングはこうなっている。こっちだとマイクラの存在感がやっぱりすげえな。他4位のペルソナ4ザ・ゴールデンと6位にペルソナ3ポータブルが入っている。 PSVR2 のランキングはこうなっている。新作もあるけど、個人的にはもうちょい刺さる対策が欲しいところ。お次は任天堂スイッチの上半期ダウンロードランキングも見ていこう。1位から3位まで一気にドン。当然、王者のティアキン。ファイアーエムブレムエンゲージの2位も納得。どっちも私は片付けで購入したのでランキングに貢献しました。脅威なのはこっちでも化け物ぶり発揮するマリカ8デラックス。サクッと遊ぶという点なら本作もダウンロード版とも親和性高いかもな。4位から7位はこうなっている。こっちはロックマンエグゼアドバンスドコレクションが検討しているわね。並みいる任天堂作品に割って入ってくるあたり、かなりの存在感となっているな。やっぱりカプコンの勢いはあるわね。買いでは逆転裁判 1,2,3 なるほどセレクションも入っている。8位から10位までも見ておこう。こっちでもモンハンライズが入って、上位ランキングは任天堂とカプコンで独占か。ポケモンはバイオレットが10位だけど、スカーレットは？スカーレットは18位となっているな。個人的にはコライドン派なので、横並んでほしいところ。まあ、どっちでも楽しめるから好みで選んで問題なかろう。さて、下半期でも注目の作品は多いし年間でどんなランキングとなっているかも注目したいところだな。年間だと5月に出たアドバンテージもあるし、多分ティアキンが1位守るだろうな。さて、そろそろファミコン40周年の情報も見ていこう。動画投稿日7月15日で40周年となるのね。現役で触れていた人、後に触れた人、そもそもハード自体に馴染みのない人と、
40年の歴史があれば、様々な層がいることにはなるが。少なくとも、日本のゲーム文化の礎を築いた偉大なるゲームハード。伝説的ゲームハードではあるな。このタイミングでいろんなメディアから記事になっているが、そこまで順風満帆な門出ではなかったことは、当チャンネルでも確認しているのでよろしくだ。そしてこの節目で任天堂公式サイトのファミコン40周年特設サイトでも、様々なコンテンツが解禁となっている。ほうほう。まずは動画として、剣道小林氏が店長を務める小林玩具店での、ゲストの皆様と思い出を語り合う、ファミコントークバラエティ番組が、任天堂公式チャンネルにてアップされている。非常に偏見込み込みなのは自分でも理解しているんだけど、昔のファミコンショップの店員さんってこういう風貌の人多かった思い出がある。思い出とはいえ、偏見結構あるな。とはいえ、毎月投稿される予定のようで思い出話はもちろん他トピックの紹介もあるだろうから、思い出話に共感できる人も当時を知らない人でも楽しめるだろう。紹介されるソフトは任天堂オンラインで遊べるものも多いだろうしね。動画のリンクは概要欄に貼っております。私も楽しく視聴するし、今後の動画も楽しみなんだけど。なんだけど？このめでたい節目で言うのもあれだけど、一つ任天堂様に物申したいわね。コメント欄はオープンにしてくれ。まあ、忍耐やら他コンテンツでは100歩譲るけど、せっかくの思い出話に花が咲くコンテンツであると考えるなら、ぜひともコメント欄は開放すべし。まあ、任天堂公式チャンネルの動画はすべてコメント欄閉じているからデフォ設定なんだろうが、ここはなんとかしていただけるとありがたいところだな。さて、コンテンツはまだあるので紹介していこう。まずは、ファミコン国民投票。おお、これも気になるわね。毎週テーマを決めて、思い入れのあるソフトを5つ選んでナンバーワンを決めるものだな。第1回のテーマは、初めて買った、買ってもらった、のは、というものだな。あれ？何やったかな？多分、スーパーマリオブラザーズ、だわ。全体的な投票でも初代マリオブラザーズが1位になりそうな感じだな。確か、同タイミングで麻雀もあったで。あれは多分おとんの趣味や。そういうパターンあるわな。若い人には共感してもらえないかもだが。まあ、今回のテーマは7月19日までの投票受付で20日には発表となる。一つ楽しみが増えたな。こちらの投票ページのリンクも概要欄に貼っておこう。結構な雑入力でもソフト候補が出るわね。正直あんまり知らない作品も出てくる。新しい発見もあるかもしれないな。私の希望としては、このテーマもしてほしいわね。多分、結構なテーマ数用意していると思うがなんだ？仮パクされたソフトは？ってやつね。コンプラ的に多分アウトだし、そもそも経験ない人もいるだろ。このテーマもどこかで語りたいんだけどね。当たり前の話だが、ゲームソフトに限らず借りたものは買えそうな。私はパクられた方よ。そっちの話題は、ファミコン武勇伝で語るのもありだろう。こちらはツイッターで募集していて、先ほど紹介した番組、小林玩具店、で紹介されれば、景品もあるぞ。仮パク、出鉢と弱いな。ちょっと話盛るか。過去話だから多少脚色はありかもだが、嘘のお話はするんじゃないぞ。しかし、大ヒットでの景品の番組特製コントローラー盾は実用性もあるからぜひ狙いたい。普通に豪華だから、そうポンポン出るとは思わんがな。そして、ファミコン全国一斉クイズも7月30日に開催だ。これも参加したいわね。今のうちに予習はしておくか。そしてファミコン年表も公式に公開となっている。1985年まででここからは随時公開されるのね。公式より公開となる前に当チャンネルでもまとめる予定なのでよろしくだ。ここまでが7月15日に公開となったコンテンツだな。いろいろ興味深いけど、ソフトやハードウェア、グッズ展開などはなかったわね。まあ、先日の忍耐でも1年かけて盛り上げていくとされていたので、むしろまだまだお楽しみがあると考えて待つとしよう。他にも任天堂ファミコンソフトの紹介もある。まだ1983年デビュー年の作品の紹介だけだけど、こっちも資料的意味合いでも結構なボリューム。サイトを見ているだけでも、楽しいとは思うのでトップページのリンクも概要欄に貼っておこう。ここからの盛り上がりに期待しております。そして、ファミ通様では、ファミコンと同じお誕生日のセガハードの SC3000 と SG1000 の記事もあります。ちゃんと取り扱ってくれて、ありがとう。こっちも時代を感じるな。
このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今後ともよろしくなんだぜ。